地図魔動画また久々ってなっちゃいましたね。なんかダメだな、なんかね、気分でやっちゃってるんで、ちゃんとね、なんか毎日ネタを提供できるようにちょっといろいろ考えながら地図魔をやりたいと思います。一応ねポイントはね、もって地図魔もちゃんとやってんだよ。だからね、動画を撮ってないだけなんですよせっかくね、ちょ、今日の動画に直結する話になるんですけど、せっかくねこの前新しいデッキタイプとしてね、魔竜デッキっていうのがね登場したわけなんですけど、まあいろんな YouTuber さんがね、魔竜デッキ、ライアハートだったっけ、あいつをリーダーにしてね、動画出してますよ。魔デッキとか竜デッキ、はいはい、違います、そういうことじゃないんです。俺が言いたいのは、まあ単刀直入に言いましょう、あれね魔竜デッキじゃないんですよ。あれ実はね、混合デッキの新しいコンテンツをね増やしたんです。レパートリー増やしたんです。あれそんだけ、まあでも竜でもない混合です。ってことで今日はねシーズンマッチで使っていこうと思ったんですけど、なんとね、あの魔竜デッキをね混合で組んでみてやばいことに気づきました。そうです、シコシコダメージです。なんかね、普通に組んだらたまたま HP がね、3万300になった。こんなことあります？ぴったり。3万300になりました。ということで、すごいよ。マジで偶然。何が偶然って、こいつをね、HP、たまたまね、タスを、こいつタス売ろうと思って、ある分だけ HP 足したんですよ。18あったんでね。足したら、奇跡的に3万300ぴったりになったんです。なんか知らんけど。そう。あとはね、だいたいタス、売れてるんで。おかしくない？なんか運命を感じたんで、もうこれね、今日はもう動画にしたらなあかんなと思いまして、緊急で動画を撮ってます。混合のこのライアハートですね、これね、マジこいつがまず強いんですよね。出したターンに3500の毒ダメージってことで、暗黒なんか効かないんですけど、暗黒はね、まあ、他のコマはなんとか頑張ろうって感じで、こいつね何がやばいって、コスト10のくせにまず HP がねタス振ると1650、化け物マゴマで1650はね、マルカードとかその辺に、リッチとかその辺に匹敵するんで。で、しかもポン出しで3500。条件がないと。マーゴマと竜グマが6枚以上っていう条件が何もない。ほぼね、ノー条件出せる。そしてコンボがね、まあコンボね、最大まで出るのかかりますけど、相手のコマがね、4体いたら、1000ダメージの特殊プラス2000の 毒ってことで、3000出るんですよ、ダメージ。3体いたら2800。2体いたら、2200か。強ないこれこれめちゃめちゃ強いんですよ、このライアハート。で、あとね、いろいろ入れて、まあ、トゥエルラとペトラはね、もう入れたら強い駒じゃないですか、言うたらね。で、これ、ロロワーのね、今のね、その魔竜デッキのガチャで出たんですけど、まあ、一旦完結のトゥエルラみたいですね。まあ、ダメージ量はトゥエルラより低いんですけど、1600の火炎で2000回復で、スキルがその逆で2000火炎の1600回復ってことで、使いやすい。で、HP がバカ高い。2800もある。で、皆さんね、これね、最近全然使ってなかったでしょ、このひまりね。これ、バホメットみたいなひまりなんですけど、まず HP が2850って化け物の HP してるくせに、トップで引いた時でも2000は火炎出せて、1000ずつ上昇で4000ダメージ。化け物でございます。はい、正真正銘の化け物です。ってことで、こんな感じのデッキですね。一応、乱体でアタック底上げすることを加味して、神のフィニッシャーとしてエンデガを搭載してます、こいつね。で、あと、シェムケリーとかね、ブランジェッタとか守護はエンデガと相性がいいんで、まあ、エンデガはなかなか捨てづらいデッキになるんですけど、まあ、シェム自体がね、そもそも 75% カットにするってことで、まあ、25% ね、通常と特殊カットしてくれるんで、まあ、神殴りに対してめちゃめちゃ強いですね。しかも HP もバカ高いし、このゴマ。なんで、こいつを採用して、エンデガも採用して、まあ最悪ね、エンデガのフィニッシュできるし、他のコマのフィニッシュできるっていう、そういうデッキをちょっとコンセプトで作ってみたんで、早速ね、久々なんですよ、この、シコシコダメージ叫ぶのをね、ちょっと楽しみにシーズンマッチやっていこうと思います。いくぜー！ラリーね、オッケー。これ殴りパに対しては、もう簡単なんですよ、これ。大丈夫。殴りパあったら、あー、来た来た来た。で、いろんなデッキあると思うんですよね。で、あれですよ。例えば、リアンとか、まあ、ヴィーナスもそうか。ああいうデッキと一緒なんですけど、まあ、これは相手の HP 参照じゃないんでね。相手の HP が低いタイプのデッキでも対応できるし、しかもね、いつでも3500絶対出せる、暗黒以外はね。こう、ポンと出しただけで、ポンとダメージ出るんで、これ強いです。マジで強い。英語マのスペックじゃないんでね。これどう来るかな？相手オーラ引いてんのか？うわー、仕打ちパターンね。オッケーオッケー。どうしよっかな、これ。ブラジャー。乱体ね。
乱退が来たんなら、まあ守護でいっか。まだロロアナ早いな。うん、まあロロアナ打っても勝ったかもしれん。どうしよう、早いとかないかも。あー、ここでマグマを打つことによってブランジェッタのねバフの価値が上がるんで、まあここで一回多分そうそうそう来るでしょ。これ X で応戦します。でできればね A3 に強いコンボを置きたいんで、来たー。これはねもうねロロアーナ X 行きますかね。うん、ルラでもいいな。ルラでもいいけど、これ2000でしょ。2000、ルラでもいいけどロロアーナからやな。これ繋がれた時のね裏目があるんで、一応ロロアーナから打ちます。これ強ない？2000回復でさ、ダメージも出してさ、普通に強いんだよな。まあルラだったら、でここ囲われるとねちょっと嫌なんですよね。若干嫌やまあそうか、そう来るよな。2ターンで飛ばしましょう。大丈夫、これどうせあのポリとかそういう系なんで。あー、ひまりか。ひまりまだ早いかな。でもひまりのコンボが1,2,3,4,7,5,35 は確定で出る。ルラだな、どう考えてもルラだな。これオッケーオッケー、いいでしょう。うん、でこれでバナも剥がしといて、で回復もして、これ強ない？相手ロロアナもいるから、なかなかねあのロロアナには当てづらいと。で角いくシェムね、オッケーオッケー、大丈夫です。じゃあひまり打てばよかったかな、これ間違えたかもちょっと待ってやばいかもしれん。うーん、でもねこれね、もう後には戻れんのよ。もうね引き下がれないんです。ここまで来たら、いけひまり。これだって相手の体力も7000ぐらいになるでしょ。いけるよこれ、全然もっと低くなるわ。ほらさあどうする。これねめちゃめちゃ強ない。まあ今のはね引きが強すぎるかもしれん、これ俺の。はいはい、祭りね、もう今更置いても遅いんすよ。もうね何のためにエンデが入れるって。待って、半分来てね、やべ、どうしよう。だったらポリだこれしかねえ。なんとか頑張れ、いった、あぶね。ちょっと半分切ってなかった、エンデが打ちたかったんだけど神殴り OK です。あの神殴りはシェムケリーとポリプスでしっかりねケアできるんで、これねいいデッキだと思う。俺自分で言うのもなんだけど、なんかすっげえ使いやすい気がします。まああいつね、なんか竜の英語間がね、あのなんか3ターン回復600のやつと、あいつとカーンライズか、そう、あの2体がちょっとなんかって感じなだけで、あとのコマは全部強いんだよね基本。乱体もね、あのエンデガの底上げになるし、あのなんか最大3000ダメージでの竜のやついるやん、名前忘れた、さっき俺が達18振ってたやつね、あいつもね普通に強いんで、その辺はいいんすけど、これどうしよっかな。ここ多分さあんまり火力出してこないんだよな。あのミューズとかさ、あのまあ不気味には入ってるかわからん、プティがいたら。そういう系なんだよな、置き場付けを置くと思うんで、ここは。あーシェムか、それ恨めれた。そうそう、リュウもね、あんな、でもねリュウのエゴマがもうちょっと強くなったら、このデッキねさらにねもう一段階進化すると思うんですよね。どうしよっかなこれ。どうしよっかなこれ。シェムケリー打ってルラ打っての方がいいか。うん、多分今のところねポリの時勢でねもう混合できてバレてるんですけど、どうしよっかな。これもう一枚 S 引いたらトゥルラ打ってもいいけど、多分シェムからやな。で次ルラ X の方が多分相手に効くんだよな絶対。でロックもあるし、あのこのねシェムケリーが切れてからルラ落ちたいんですよ。あーで相手繋いでくるかなこれもしかしたら。どうしよっかな。悪くないけど裏からやな、これ完全に。相手がこれ縦で繋いできたらもう完全にねエンデガの餌食ですよ。シェムケリー効いてるので多分ねこれね普通に A3 から来ると思うんだよな。でここで A3 から来て俺がロロアーナ引いたら、はあめんどくせえ、めんどくせえ、それ負けじゃね。どうしよっかな。一旦こうか。4枚返しのね守護を許容しちゃうことになるんですよこれ。これやると
ここでラン釣れたら OK って言ったらラン釣れたわ。 OK で、ここでなんかいいやつ来い。まあ弱っ、どうしようかな。これしかねえよな、弱くね。ちょっとどうしようかな、これ相手カード切って俺もカード打ってしかないんだよな。うん、相手バフないからなんとかならんか、知らんけど。それはさ、ロロアーナ来たロロアーナ来た。じゃあいかダブコンで、うん、2倍2枚残ってるけど大丈夫だ、回復するし。てか なんなら削ってくんないときついんすよねって言おうと思ったけど、これ結局さ2回繋がれるのがやばくね。間違えたら多分これ X 行くべきやったかも。じゃないとロロアン取るだけだもん相手。それはラッキーそれはラッキー、やった。なんか知らんけどなんとかなったちょっと待って、違うんだよ、俺ペトロのシコシコダメージしたいんですけど全然来ないな、シコシコダメージ。まあいいや、おらおら、ちょうど飛ぶ、あぶねー、取られてたらちょっと危なかったかも。いややっぱね安定しますね、回復が多いんで。カットとかもヒプノスね、なんかヒプノスまだ生きてんだって感じだな。だからノートが消えてからヒプノスはね見なくなったな、めっきり。うん、強いですけどね、このあのヒプノスってデッキノートがなくても十分強い。やってることはおかしいもんな、5ターンで 15% デバフプラス1000ダメージってね普通にやってますからね。あのそうなんて言えばいいだろう、なんかそうアドで言ったらだいぶやってる。キュープでしょう、成り打ちからのミラーあるんかこれ、何か。うん、こいつ結構強いけどな。うん、何だとさ、ユーマのコンボ受けられねえから結局。いや弱くね、800しかダメージでね、守護か。いや弱いな、ブランチェッタ引かないとね、なんか使用者のねダメージがね弱くなっちゃうんで、ブラジ引かないと。いややべえな、本当はね、正直なところを言いますと、ペトラの枠をね奇境にしたいんですよ。おお来た、ヒマリだ。ヒマリかー、こいつなんだったっけコンボ。1500の火炎マックス2200、こいついいか。まあまあまあダメージはちょっと弱いけど、相手のコマ1点って450なんで3体いったら1350か。うんと微妙だな、微妙だ。なんならさあー、なるほど、それはさ俺なんか引けばルラとか来た、引けんだよな、引けんだよな。俺ぐらいのレベルになるとね引けるんですよね、なんか引けちゃうんだよな。これでルラの根格、ルラの根格しといて、であとあれだな、ペトラを引けば、あーこれはね一回 X かな。うん、 X からかな、 X にひまりぶち込めます、これで OK ですで相手がビナ打ってようがちゃんとダメージ取るんだよな、強いなこの駒、この駒強いんだよな。うん、で相手はどこ来るかって一番嫌なのが C2 かな。なんでそんなカットばっかりってんな、ちょっとやばい、カット入りまくってる、なんだこれ。まあロロアーナはどうでもいいわ。とりあえずしっかりブラジェ使うためにブラジェを一回置きます。うん、こんでいい、
で相手カードかな、右上カード置いてきて、それどうでもいいんだ、それそんなにね、あのやばくないで、1,2,3,4 まだマックスでダメージ出ないからどうしよっかな。ロドアーナ打ってもええけど、こうか、こうだな、2手飛ばされっかな。これブラジルのダメージも入るからなんとかな。これペトラだ、ペトラ引けばなんとかなるんだ。4500、シコシコダメージプラス、ペトラなんとかなるわ。てか相手飛ばせんくね、これ次のターン。まあでもペトラ引けばバンジー解決です。いけペトラ、きたーきた、分かってる、ペトラさん分かってます。いけペトラ、決めろ、決めてくるんだ、いけシコシコダメージ完璧な振りだった、きた、うわー出たー出たー、俺の大嫌いの夜明けだ、きた、ペトラさん来てくれた。ってことはもうシコシコダメージ打っちゃってもいいか。ライアハートの方がなんかコンボ強いからな。打つか、打つぞ、いけペトラ、シコシコダメージこれだけのために今日このデッキを使ってるまである。このためだけに使ってる、なんなら。なるほど、そういう感じね。これ風車がねきついんでね、どうしよっかな。ロロアーナ、ロロアーナか。まあ結局これ成り行くしかないんだけど、成り行くとさ相手伸ばすか、 B さん来て結局ねちょっと苦しいってなるんだよな。まあどうだろう、ここであのスイレンとか最速打ちされんければゲーボルグとかね、その辺置かれんければだいぶやりやすいんですけど、うわ強くね、マジで強いんだけど、なんなん、強いんだよなマジで、なんだろうこれ。でここでねちょっと使いづらい駒が来ちゃうと、まあ、シェムケリーがあるっつか。ベルグレはもう打ってねえな、これベルグレ打つタイミングね限られてんすよ。でかといってこれアルカードにするとね消火力が落ちちゃうんで、ベルグレでいいんすよね、これベルグレでいいんだけど、先打つか、強くね、いやロロアーナだなこれ、ここロロアーナ絶対そう、その方が強い。 OK、 で次ベルグレだな。で相手ロロアーナを取ってくるんですよ絶対、だからそうするともうエンデガーの動線ができるんで、ランダイも引いてるしね、それでいい。これね X 行くとめんどくさいんだよな、挟まれて、は何そのダメージ量おかしくね、バグってね、相手目線ねこれ取った方がね楽なんですよ。取ってきたらあのルーラー配置できるし、まあ、取らずに X 来たらロアーナ、まあ、2回使えるかなみたいな感じでいいんじゃないですかね、知らんけど。ほーん、そっち系できたか、ゴリ押し系ですね、まあ、ゴリ押し系なら俺もゴリ押しに対応するためにルーラー1回置きますわ、これ裏、これでいい。でロロアーナ取ってきてもいいんだ、これは全然いい、まあ、取ると思うけどね、取ったシェミケリの3枚開くんで、まあ、そしたらもうあのもうそうなったらあのこっちのねペースなんで、どうしようかなこれ。出が来た、これ飛ばんからさ、どうせドラのコンボ3枚返し出がしちゃっていいんじゃね、いいだろエンデが引いてるし、知らんけど、いけ、そのために入れてんだ出が、このダメージだやば、そうだよこれだよな、最高だわ。なるほどね、あーなるほど、アナンか、アナンか、まあ、あーでも初手強いな、アナンって初手から発動したっけこれ、オーダー外周でしょってことはさ、いた、はバグじゃねえ、バグじゃねえこいつ、こいつバグ使ってるよ、初手からアルカードった、じゃあ俺もベルグレーで打とう。はい、これね HP3 万300から打つと本来ですと、ね、先行だったらね3333ダメージになるんですけど、なんか相手が削ったせいで出ませんでした。はい、
ちょ、俺がね、あの見せ場として使いたかったんですけど、まあしゃあないな、それは。デガね。いつかね、こいつに当てられた時にデガで思い切りぶっ飛ばしてるためにこいつ打っときます。これね、決して弱くない、このシェムケリーは。弱くない。なるほど。なんかさ、みんな言ってるけど、なんかさ、こういう駒絶対置くよな、相手変置きのさ、永久駒、永続駒ね。絶対置いちゃうんすよね、なんか知らんけど。なん、お、あ、ペトラだ。どうしようかな。罠置かれる前に置くか。やるか、ペトラ。やる？先にやっちゃう？ペトラ。どうしよう。やるか。いけ、ペトラ！しこ、しこ、ダメージ！いいダメージだな、やっぱり。こいつはね、やっぱね、いつ投げてもね、一定のね、仕事はしてくれんだよな。で、そうでしょう。どうしよっかな。俺、角から行ってもあんまりいいことねえんだよな。で、ペトラ取られてもダブコンでしょ。めんダブコンじゃなくて、3枚返し。あ、守護か。まあ、これ、ライアハートのな。こっちの方が強い。で、相手ね、体力をね、アランの嫌なところってね、30% 切るとね、吸収が入るんですよね。30% だったんだ、こいつ。そうだな、30% 以下で1690入るんで。はぁ、どうしよう、それどうすればいいんだ、これ。なんか強いエスコマ来れば相手取ってくれるかもしれんけど、裏か、取ってくれるんじゃね。こうですね、こっちでやれば、相手がもし仮にね、これマンモン繋いできたら、あのコンボ確定なんで。もう 30% 切ってる、サブ68切ってんな。ん、わかんない。ん、切ってないか、切ってんな。ん、わからんくなった。なんかわからんくなってしまった。マモンの吸収は入るけど、ダブコンなんだよな。でダブコンを防ぐために、どうしよっかな。こうだな、ここ打って、で吸収プラス回復入れて耐えに行こう。耐えに行きましょう。で相手ね、マモンのコンボ使うと、あのルラが開くんで、すごい嫌だと思うんですよ、相手目線。それ耐えるな、多分、知らんけど耐えるよな。大丈夫やな、大丈夫だよな。死ないよな。あぶねあぶねあぶねー、震えた、ちょっと怖かった今の。行きましょう。行け、ひまり。あっぷね、これ回復でなんとか耐えた感じだったな。おら、おら、あはー、ぴったり8000、気持ちいい。髪殴りね、いいです、いいです、全然、構いません。髪殴り全然、あー、なんだこの手駒。行け、ペトラー、しこ、しこ、ダメージ。何だろうこれ。もう一定でね、シコシコダメージをいけてただけで俺は満足しました。これブラダマンデなんで、ほんと X 行きたいですけど無理ですねこれ。エンデガも来てる、どうしようかなこれ。まあいいか、こうで。めんどくせ、なんか考えるのめんどくさくなってきた。どうせ相手さ伸ばしてこないやろ、ブラダマンデやし、知らんけど。もう2手でね結構削れるんですよね、こういうデッキって。ほらね、で相手は油断してんだよ、リンガット打ったからダメージ来ないでしょってね、変な油断してるんですよ。でその油断してるところをひまりで一旦ね叩きます。おらー、いけ、ひまりアタック、あはー、おらー、モリモリスパイラル。そうです、こういうことですね。一回モリモリスパイラルしといて、で、あ、そうでしょう、来るでしょう。で来たら一回守護を打って、削った方がいいな多分。こいつで回復する必要ないもん、そんなに。で次シェムケリー置いてエンデガでズドーンってやっちゃえば、もう俺の勝ちがほぼほぼ見えてきますね。相手 B4 来るでしょ。あ、カードから来んのね、なるほどね、そういう感じね。じゃあどうしよっかな、何体、ロロアナか。え、ロロってくれるんなら一回ロロった方がいいよな、これ。ロロってシェムってデガってで、お、あ、どうしようかな。いや、これシェムる必要あんのかでしょう。
あるな。これ一回シェムって、で相手が A に置いてきたら、こいつで一発ロロアナつないで2000でしょ。ロロアナだってコンボいいと思うんだよな。フェリアね、オッケーオッケー。それ耐えるんで、だったらさ、でも2倍でしょう。大丈夫かな、大丈夫か。通常も入れた方がいいな。こうだな、多分回復も入るし、さすがに飛ばんやろ。これ削っとかないと次の段飛ばせないんですよ。でこうやって2000確定で、こいつもね多分2000ぐらい出るんですよね。相手のキャラが12345体、もし2200出る、これ飛ばせるのやんねかでいける。あー、ランタイきたー、気持ちいい。いけ、エンデガこのために寝てんだよな。オラ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 つえー、エンデガつえー。はい、てなわけでですね、まああのペトラもまあもちろんね強いんですけど、それ以上にね、あのまあランタイとエンデガのシナジーがね半端ないんでやっぱね、こういう点のできるのが強いと。マデッキとかも確かに強いよ。リーニーとかファビオとかさ、IQ 入るし、あとリアンとかも入るね、レース5枚で強いんですけど、やっぱなんだかんだね、トゥエルラ、ペトラ、で、エンデガ。まあ、シェムキーでもそうなんですけど、神駒ってね、強いんですよ。単体で。単体で強い駒が多いんで、まあ、神駒4枚入るし、今後もね、まあ、いいんじゃないかなと思います。ラインハートね。ラインハートだったっけ、こいつ。ライアーハート間違えた。ライアーハートはね、あの混合で使った方が俺はないかなと思いました。マデッキもね面白いですけど、うん、あのこれの方がね面白い。なんかコマをポンポン投げてる感じがしてすごい面白いんで、皆さんもね混合で使ってみてください。ちょっとタスとか振ればね、あのペトラがシコシコダメージになるんでおすすめです。じゃあお前ら最後にチャンネル登録よろしく。じゃあな。